は、アミチクラボのユミです。今日は視聴者の方から、裏編みのコツが知りたいというようなコメントをいただいたので、ちょっと裏編みについて、私が意識してやっていることを紹介してみようかなと思います。私の場合、棒針編みは基本的にフランス式で編んでいて、アメリカ式も一応練習はしてみて、できるようにはなったんですけど、あんまり上手じゃないです。で、フランス式の裏編みって結構昔から苦戦している方が多いみたいなんですよね。そもそも私も小学生の時に初めて棒針編みをした時に、もう裏編み全然編めなくて、何度も目を落として、で直し方も分かんないから、最初に作った目数からどんどん減っていったりして、もう全然作品を編むっていう ところまでたどり着かなくて、で結局棒針編みで最初に完成させられたのは、裏編みが一切出てこないガーター編みだけでできたマフラー でとにかく表編みし続けるだけっていうものでした。それでも完成した時はすごく嬉しくて、学校につけていった記憶があります。で、私は、裏編みを編むときに、これ一目ぼまに言ったから、表と裏と交互になっちゃうんだけど、裏編みを編むときに、人差し指をこうやって倒して編んでます。で、どうしてこの編み方になったかってちょっと考えてみると、一番体が楽だったからっていうことになるんだと思うんですよね。で、もともとは、人差し指、左手の人差し指をピンと伸ばした状態で、こうやって編んでたんですよ。多分こんな感じで編んでたような気がします。昔撮った動画とかで、もしかしたらちょっと映ってるかもしれないんですけど、こんな感じで編んでたんじゃないかな。でも、できないことはないですね。この手首を、こう、返す感じですかね。針を入れて、この左手を一回倒してから手前に戻すっていう動作をすれば、裏編みは編めます。ただね、どうしても私の場合は、当時その意識の問題だったと思うんだけど、どうしてもなんかこの編み方してる時に裏編みが緩くなっちゃってて、で、こう一目ゴム編みとか編んだ時に目がこう揃わない、往復で一目ゴム編み編むとこう目の大きさが一段ずつ違うから、目が揃わないっていうのが結構悩み で、それをなんとかこう克服したくって、自分の編んでる手元と人の手元を動画とかで比較してみて気づいたのが、右の針にかかっている糸、右の針にかかっている糸が、こう斜めになっていると、斜めになった状態、今これこの糸斜めになっているじゃないですか、この状態で針にかけてると緩むっていうことに気づいたというか、これが原因なんじゃないかなって思ったんですよ。この、こうやって編んで、このまま、こう編んで、今この、右の針を見ると、糸がこうやってかかってるじゃないですか。これで、このまま外してると、この、まっすぐかかった状態に比べると、針にかかってる糸の長さが長くなるから緩むんだろうって思ったんですよね。ということで、じゃあ緩まないように編むには、これをしっかりと針に対して、こうじゃなくて、こうやって、直角に、垂直にかかるようにすればいいんじゃないかなって思ったんです。で、いろいろ試行錯誤して、アメリカ式とかも練習してみて、で、アメリカ式はね、確かに、糸をね、まっすぐかけるのに、なんか適した編み方だなって思った記憶はあるんですよ。で、ただ、やっぱりフランス式の方が、早いような気がして、もちろん、アメリカ式でめっちゃ早い人もいるから、練習次第だと思うんだけど、なんか私はやっぱり、最初に覚えたのがフランス式だったのもあって、アメリカ式で早く編むっていうのが、ちょっとイメージできなかったというか、できればフランス式で、綺麗に編めるようになりたいなって思ったんですよね。で、
で、いろいろ見てる中で糸を、そうそう、なんで表と裏で、糸の大き、目の大きさが変わっちゃうかって言ったら、表編みの時はこの針に糸をかけて手前に持ってきた時にしっかりここに、針に対して垂直に糸がかかった状態になってるのに、裏編みの時だけ、こう編んでた時は斜めになってたからっていうのが理由だったので、とにかくこのここに裏編みでも垂直でかけられるようにしたくって、海外のニッターさんの動画とか眺めてみたりしてる中で、この左手の人差し指をこうやって折って編んでる方を見かけて、でこれだとなんとなくビビッときて練習しました。でただこの左手の人差し指を折る動作、これが慣れるまでは難しく感じるかもしれないですね。でもなんか編み物って最初はこう最初から簡単にスラスラできる人って多分ほとんどいなくって、何度も繰り返してるうちにこう手の必要な筋肉が育っていくっていうか、簡単に動かせるようにこう手が成長していくような気がするんですよ。靴下を編む時のミニ輪針とかもそうだったけど、やっぱり何度も最初はぎこちないんだけど、何度も繰り返していくうちに当たり前のように手が動くようになっていくような気がします。でこの人差し指を折る裏編みもベストの身頃1枚ぐらい編んだ時にはもう十分慣れて難なく編めるようになったような気がします。なんかそんな記憶があるかな。でなんかいろいろね、調べてみたんですけど、この裏編みの編み方はもう本当にいろんな方がいろんな方法をこうやってやるとよくできるよっていうのを紹介されてて、で、手首を返して編むとか、あとね、そうそう、左手の親指を使うっていう方もいたんですよね。こうして多分こういう、あれ、ちょっと待って、難しいな。どうやるのかな、こうかな。こういう感じかな。こんな感じだと思うんだけど、左手の親指で糸を押さえて向こう側に出すみたいな編み方を紹介している方もいました。でね、試しにやってみたら、なんか私の場合は手首を返す方法は多分昔は普通にやってたんだと思うんだけど、今は何だろう、この動きを使って編むのはちょっとなんかね、腕がめっちゃ疲れたんですよね。で腱鞘炎になりそうだなと思ったので練習しないことにしました。なんかここが痛くなったんですよ。ここがだいぶ離れたところが痛くなったから、まあ、今小さい子供育ててるからかもしれないけど、普通に抱っことかできなくなったら困るので、とりあえず手首腕はちょっと痛めると大変なのでね、ちょっと練習は控えておこうかなと思った感じでした。で親指の方はまあなんだろう、うまくできればありなのかなという気はしました。綺麗に編めるんじゃないかなっていう感じはしてます。ただちょっとまだ慣れないし、もう癖でさ、こう人差し指はもう勝手に動いちゃうんですよね。だから、今のところこの人差し指を折るっていう編み方が私的には一番、体に負担がなくて早く綺麗に編める方法かなと思ってます。あとこの裏編みするときにこう目を落としちゃってたのは、左手の中指をこの目に当てることでほぼほぼ開始をするかなと思います。まあ、もちろん一番最初から左手の中指さえ当てれば完璧に落としませんっていう話ではなくって、慣れてくるとこういうのでコントロールできるようになるかなっていうお話なんだけど、このここに中指を当てておくことでつるって落としちゃうことはなくなるので、あとね、表編み編むときも糸をかけてこの中指をちょっと添えてあげると針に対して糸が垂直にかかるのできっちり編めるような気がします。このこっちは人差し指でその役割をしているの
と、こっちの場合は中指で針に垂直に糸をかける役割をしているって感じですかね。ただなんかあんまり力いっぱいやるときつくなりすぎちゃったりもするから、ちょっとその辺はいろいろ編んでみて、加減を見ながら自分がやりやすいなっていう方法を見つけていくのがいいんじゃないかなと思います。本当にね、ちょっと調べてみたらものすごいいろんな方がいろんな方法をコツとして紹介されてたので、こんないろんな編み方があるんだなっていうのと、なんか私が悩んでた頃よりもはるかに情報量が多くなってるような気がするし、さらに文字だけじゃなくて動画でね、解説してくれてる方とかもたくさんいるから、これなら苦手もちょっと克服できそうだなと見ていて思いました。で、いろいろね、試してみると自分に合ったやり方が見つかると思うので、ダメ元でね、片っ端からやってみるっていうのが急がば回れっていうんですかね。どうしてもこう一朝一夕でこう一瞬で改善するとか、一瞬でこう完璧にできるようになるっていうのはやっぱり難しいと思うんだけど、やってるうちに必ず上達するっていうのはもう間違いないので、最初はすごい編みにくい、もう恨み大嫌い、裏編みの入ってる編み図は編みたくないって思うかもしれないですけど、できるとね、作れる作品の幅がもう圧倒的に広がるので、試してみるのもいいんじゃないかなと思いました。というわけで今日は、裏編みのコツといいますか、私が意識していることをまとめてみました。何か参考になれば嬉しいです。ちなみに今編んでいるのは、靴下です。これからね、寒い季節が来たら手編みの高い靴下でホクホクと寒い季節を乗り越えていきたいなと思っています。で、編み方、靴下の編み方については、かなりたくさん動画作ってますので、再生リストの靴下の編み方っていう再生リストを用意してますので、そちらを覗いてみてください。ご質問などありましたらコメント欄からお聞かせください。この動画がいいなと思ったらぜひチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。